立憲民主党蓮舫が大炎上、甲子園応援でブレブレに立憲民主党の蓮舫さんが甲子園の高校野球を応援していることを批判するツイートが拡散され現在大炎上しております蓮舫さんこれまで感染症対策などに関連して東京オリンピックを散々批判されておられましたがこの甲子園の高校野球は東京オリンピックと比べますと明らかに感染症対策が劣っておりますし また、コロナ禍とは関係なしに、猛暑の中で高校生に試合を指していることや、高校生の方などを消耗させているとして、以前から批判も出ており、もろ手を挙げて応援できるようなものではございません。ネホさん、ま比較的スポーツが好きな方のようでございますけども、ネホさんには、まあこういったスポーツを応援されるのであれば、まあ、是非とも、 東京オリンピックを批判したこととの矛盾について、しっかりと説明をしていただき、今後は東京パラリンピックなどにおいて、選手の皆様が安心安全に、競技で実力を十二分に出し切り、成果が残せるように、国会議員の一人として責任を持った 言動を心がけていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。